はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト5、続きやっていきたいと思います。今回ね、もうちょっとね、まあ周りに回ったんですけど、まあさーっとね、来ればね、あの2つぐらいの前のパートからここにすぐ来れたんですけど、まあメダル王だったり、名産品だったりね、スゴロクで遊んだりしてね、まあ仲間も入れたりしながら、まあこのデルパドールに来ました。ということで、ようやくストーリー編ですね。デボラさんとストーリー編。砂漠の真ん中にこんな庭園を作って私を歓迎してくれるなんて、あんたもここの女王を見習いなさいよ。自分のためにやってと思ってないこの人。わっはっは、砂漠の城にこのような庭園、さぞや驚いたであろう。これも女王様のお力の賜物なのだ。女王様にはまばゆいほどの美しさ、それに未来を知る能力もおありになるんだからな。おー。万能だね。女王の力で、この庭園を、お金じゃない、何か特別な力がここの女王にはあるというの。まあ、お金も大事だけど、お金でだけではないからね。お、なんかあります。メダル。まあこれもいっぱい集めてね。50枚集めたらね、ちょっといいものをやっぱ交換できますので。さあさあお花の手入れをしなくちゃ。あれまああんた綺麗な娘さんを連れてるね。まるでバラの花みたいじゃないのさ。バラの手入れは大変だよ。でもそれが楽しいって人もいるから人それぞれなんだろうけどね。まあそうですね。自分がゲーム好きで楽しいって言っててね。他の人嫌いな人もいますけど、自分は好きなんでやってるって感じと、それと一緒ですね。トゲがあるってことかしら？でも綺麗なだけの花じゃつまらないでしょ？ね、アベル。うん、はい、そうです。ごもっともです。そうです。はい、そうです。この人は？この城を訪れる旅人が求める砂漠のバラは、かつて水を叩いていた地、オアシスだった場所で取れると言います。あ、そうそうなんだ。ならば、ここデルパドールも、昔、豊かな土地だったのかもしれませんね。この砂漠が昔は緑豊かな土地だったなんて、とてもじゃないけど信じられないわ。あ、女王様。ようこそいらっしゃいました。私がこの国の女王、アイシスです。あなたも伝説勇者様のお墓をお参りに来たのですか？はい。いいでしょう。あなたには何かしら感じるものがあります。案内しましょう。私についてきてください。さあ、こちらです。はい。ああ、女王様なんかシュッとしてますよね。デボラさんも負けてないですよ。もちろんデボラさんの方がシュッとしてますよ。うん。もうしもべだからね。さて、深いところに連れてこられましたけど、何があるのやら。お、なんか見たことある兜ありますね。あなたは勇者様の墓を参りにいらっしゃったとのことでしたが、この兜はね、ドラゴンクエスト4の勇者が被ってた兜ですよね。実を言うと、ここでは勇者様を祀ってはいますが、お墓ではありません。世界を救った後、勇者様がどこに行かれたか誰も知らないのです。しかし我が国には代々天空の兜が伝わっていました。もし再び伝説の勇者様が現れれば、きっとこの兜を求めるはず。その日が来るまで兜を守るためここを建てたのです。さあ、あなたもこの兜をかぶってみてください。はい、しまった。デボラさんと話したい。おう、私に見とれていないでさっさとその兜をかぶりなさいよ。はい、一つ返事でかぶれて言われたもんね。はい、身につけた。アベルは天空の兜をかぶってみた。頭が鉛のように重い。どうやらアベルには装備できないようだ。やはりダメでしたか。あなたには何かしら感じたのですが、思い違いだったようですね。では戻ることにしましょう。ついてきてください。あ、ここはもう自由なんだね。ああ、アベルがあの兜をかぶれたら面白かったのに。だって伝説勇者が自分のしもべだなんて考えただけでも最高に気分がいいわ。その言葉はどうなってんでしょうね。闇が世界を覆うとき、再び勇者来たら。勇者をもしもべにしようとしている。デボラさん、最強のお嫁さん。なんか今の韻踏んだね、なんかね、地味にね。なんか曲とかつけたらね、韻踏めるよね今ね。作詞作曲デボラの旦那。私は少しですが人の心を読むこともできます。多分あなたの勇者様を強く求める心が私を感じさせたのでしょう。なぜそれほどまでに勇者様を求めるのか事情を聞かせてくれますか？はい。まあ、それでは亡き父に代わって母親を魔界から救い出すために、
もしやその地とはパパソーのことでは？この地より海を越えた遥か東の国グランバニア、パパソーって言ってるね。その国のパパソーがさらわれた王妃を助けるため、幼子を連れ旅に出たと。旅人の噂に聞いたことがあります。もしその幼子があなたなら東の国グランバニアに行ってみるといいでしょう。新たな情報を聞けました。パパスって、あんたのパパと同じ名前よね。でも、あんたが王子だなんてないわよね。デボラさん、ちょっと心境変わってきたんじゃないですか、あなた。ね。東の国グランバニアということで。まあ、メダルもそうですね。大体回ったね。よし。まあ、ちょっとね、メダル王の周りの、スライムゾーンでね、ちょこっと戦ってみたいというのもありますけどね。戦っていこうか、生命体だからね。そんな急ぐ旅でもないので、さすがにこのレベルじゃまずいですよ。ガンドフが4だけど、まあ普通に強いからね。パーペットマンが強いな。ガンドフもね、ブーメラン持ってるから強いんだけど。お、出た。これ案外強かったような気するけど。レゴラさんちょっと素早さ欲しいかな。入ってくれればいいんだけどな。こういうの緑色のとかいますよね。あれとかかなり使えるんですけど、かなり使えるけど、今なあんまどうなんだろうな、まあ、やり方にもよりますけど。これも仲間入りますんで、まあ、メタルスライムも出てくるんでね、ここね、あわよくばね、入ればいいんですけど、そんな簡単に入るようなモンスターじゃないので、まあ多分全クリするまで入んないんじゃないかなと思いますけど、入ったらラッキーかなぐらいで。これは入らないです、バブルスライムは。まあスライム系がいっぱいありますね、やはりここはね。まあ、デボラさんのね、わがままを聞きながらね、あ、違う、わがままじゃない。デボラさんのね、あの命令をね、忠実に、あの、しもべなんでね、聞かないといけないという使命がありますので。さて、ここなんですけど、何いたっけな。モンスター図鑑ちょっと見てみようか。一応ね、そんなのも見ながらやってるんですけど、自分。ハテナって書いてるのは、ここもそうだ。まあ、こんなん出てくると思うんですけど。まあ、そこへね。とりあえずね、大丈夫かなーって気はするけど。はい、来ました。これもね、なんかなかったっけ、下とか。ここか。この前までネッドの息子さんが一生懸命刺繍をしてたんだよ。よくいたとかギャーとか叫んでいて、うるさかったんだ、刺繍。ある程度手に入れたらね、まあ、名産品も並べないといけないのね。いらっしゃい、ここはネッドの宿や、今ならキャンペーン中よ。こうして見ると、バニーガールの格好も悪くないわね。試しに今度着てみなよ、アベル。着てみなよ、アベル。あんたが着るんじゃないんかい。着てみなよってひどいな。あ、スゴロクや。まあ、スゴロク上はまだありますんで。私はネッド。あ、この人ネッドだね。この宿のオーナーだよ。人は自然と共に生き、そして大地に帰っていく。誰にとっても一生きりしかない人生さ。あんたも良い旅をね。良い旅。そうよね。一度きりの人生だから好き勝手に生きるのが一番だと思うの。でも人のことも考えなくちゃダメだよって言いたいけどね。言ったら何言われるかわかんないからね。もう言ってもわかんない人はもう本当にね、行動を共にして分からせてあげましょうって、ね。ここから北に行くとグランバニアの国。しかし高い高い山を越さねばなりません。もし山越えする気ならここで一休みしていくといいでしょう。ああ、そうだね。ただいま当店ではみんなで泊まろうキャンペーンを実施中です。期間中4名様という大人数で泊まられた方にはオリジナル商品をプレゼント。ぜひ4名様で泊まって僕に声をかけてくださいね。おっと、棺桶は数に入りませんよ。そうか。キャンペーンなんて興味ないけど、この部屋で泊まるのは悪くないわ。じゃあ泊まろうか。何のキャンペーンもないんだろうね。はい。お話。はい、実習です。もう4人でお泊まりに？そうでした、そうでした。
それでは僕のお手製とっても素敵なネッドのペナントをどうぞ。はい。この人か。今後ともごひいきに。ペナントはあんたにあげるわ。こういう手作りの綺麗とは言えないしな。あんたは好きでしょ？好きよね。喜んで受け取りなさいよね。もう有無も言わないんだね。さて。じゃあちょっとだけ行きましょうか。このね。私は旅の雨。これからグランバニアに向かわれるんですか？しばらく前にあの辺りを旅した時何か嫌な気配を感じましたわ。くれぐれもお気をつけて。私もパパのカジノ船に乗るたびに嫌な気配を感じるの。そしてカジノ船から出た時にはなぜかお金がなくなっているの。あんたも嫌な気配には気をつけなよ。だから、デボラにはカジノをやらせなかったっていうね。まあ、行ってみますか。とりあえずまた後で来れるんで。お。この山を越えるとグランバニアの国じゃ。しかし道は険しいぞ。ただ登りたいだけならやめた方がいいじゃろ。ちょっとグランバニアってそんなに田舎なわけ？さすが、アベルのふるさとね。もちろん期待してなかったけど。しゃべんなね。グランバニアはあんたのふるさとって決めつけるなんて気が早いと思ってるかしら？はい。そんな気持ちで山を越えさせる気？ダメ、そんなの許せない。グランバニアはあんたの国で決まりよ。王子であってほしいんだな。うん。わかりやすいね。まあ、それもね、可愛いところとね、捉えるとね、やはり可愛げが見えてくると思いますので。お、リントブルムだって。そんなんいたっけ？あー、ヘビコウモリの色違い。そんな名前だったっけ？もう、ファイナルファンタジーにいそうな名前ですけどね。ドラゴンね。まあでもドラゴン系か、あれ一応。ドラゴン系だよね。ヘビコウモリ。まあ、ヘビコウモリあれ自然系か？まあどっちか、まあどっちもいいけど。ああ、疲れた。もうダメ。あとはあんたに任せたわ。任せたわって意味わかんない。どうするんだろうね。お、ダックカイト。あのね、ゴーレムがね、確かいたんですけど、まあ出てきてないですけど。あれ、仲間入りやすかったような気ですけどね。うわ。眠りとかね、めんどいですよね。まあ、入れ替えればいいけど。一回、障害。ほら、モンスター2軍軍団。まあ、2軍っていうか、強いけど、普通に。自分はあんま効かないくせに、なり方が効くんだ。これでも十分強いですよね。お、ゲレゲレが20になりました。さて。主人公のいない冒険。まあ、これでもいいですけど。お、ドラゴンマット。ああ、いきなり襲いかかってきた。HP 全部100超えてから大丈夫かな。おお、ガンドフ。ガンドフ、頑張れ。テレカ障害。やっぱりちょっと、見栄え的に。どうだろうな。パペットマン。たまにゲレゲレ出してあげようか。お、来た。ドラゴンマット仲間入った。よし。さて、誰送ろう。しびれクラゲかな。待って、今誰やばかった。これもあげたいけどね。よし。ドラゴンマット。装備品買ってあげたいな、せめて。まだ入り口って近いから出て、また入ってもいいけど。マッド。22とかね。まあ、牙ね。どっかに預けてきたかも。預けてきたというか、アプール持ったままかもしんない。あ、ベホン覚えた。とりあえず行ってみっか、途中まで。あの階段とかもね、気になりますよね。あそこは別に行かなくてもいいんだけど、行っときましょう。ドラゴンマット入ったね。さて、なんかありますね。こんな薄気味悪いとこ、用はないでしょ。ほら、さっさと外へ出る。悪魔の壺だった。バイキルト。お、主人公で速くなってくると逆に嬉しいんだよね。ドラゴンマットなぁ。ちょっとまだちょっと戦力外かな。
タペットマンの方が全然強いもんね。まあ、これが一番いいかもしれない。スライムナイトでもいいけど。タペットマンをね、スライムナイトにした方がいいかもしれないね。まあ、回復ができるからね。まあ、いずれそうなっていくだろうけど。キッキッキ。はい。イヒヒヒ、どうされた旅の人、道に迷われたかの？いいえ。そうかい。では気をつけて行きなされよ。イヒヒヒ。おばあさんと話すのが旅の目的じゃないでしょ。早く外に出なさい。命令よ。嫌だ。ここ大事なんだよ。泊まって、どうじゃ？はい。ではゆっくり休みなされ。わしは上にいるからね。ヒヒヒ。なんだかんだ、デボラさん。ね。決めたことには従ってくれますよね。こうやってね。ねえ、あんた。ねえってば起きて。起きなさいよ。お。あんたって呼んでくれてる。ねえ、アベルって呼ばないね。あれ？起きてた？聞こえない？聞こえるでしょ？刃物を研ぐような音。あんた、パパッと見に行っちゃいなさいよ。嫌だ。何を育児なし。だからあんたはいつまでも小魚。これ動くとやるとね、動かないって体痺れてるみたいな感じになってるんですよね。なんじゃ、起きていたのかい？まあそういう目で見ていただければいいかと思います。よく眠れるように呪文をかけてやったのじゃが、あまり効かなかったようじゃな。まあそれで動けないってなってるんですけどね。ところで、イヒヒヒ、これを見てみ。お主の剣を研いでおいてあげたぞ。剣じゃないけどね。強さが5ポイントだった。これはね、別にこれじゃなくても上がってると思いますので。さあ、まだ夜中じゃ、もっと眠りなされ。ね。研いで料理でもされるんかなと思ったけど。実はよく眠れるように呪文をかけてくれて、しかも研いでくれてるっていうね。もう、よく眠れたようじゃな。もう朝じゃぞ。気をつけていきなされよ。イヒヒヒ。もういや、もうたくさん。さっさと行くわよ。もう、デボラの可愛いところ見つけた。イヒヒヒヒ。なんで結婚したと思う？ヒヒヒヒヒだよね。本当にね。実は、裏の裏を変えてデボラをね、落とし入れようとしてね、結婚したのかっていうね。そういう風に捉えられますよね、これはね。さて、主人公がどのぐらい鋭くなったか。いきなりミスるかい？あれ、当たってれば倒してたの？オッケー。デボラさん、偉い。寝なかったから偉いよ。これは、あ、こっちから来たのか。もうちょいだけやりますね。まあ、ひどいな。すごいね、器用に動かすね、本当に、ね、人間より器用なんじゃない？さて、ある、の、ザキ。ああ、デボラっぽい呪文を覚えたね、ザキ。宝をね、拾わないといけないんでね。聞いた聞いた。ザキ聞いた。さて、かなり時間来てるので、まあ、サクッといきたいんですけど、アイテムはね、やっぱ拾いたいよね。コキコキコキ、怖いなこれな。まあなんかドラクエばっかやってるからね、ドラクエやってるね実況者に思われがちですけど、自分ドラクエよりファイナルファンタジーの方がやってんですよね、なんだかんだね。だたまたまやってるものがドラクエ偏ってるってだけであってね、まあ別なのやってきますけど、ポケモンやったりね、妖怪ウォッチやったりしてたんですけどね。多分妖怪ウォッチはもう続きはあれはね、まあ言うほどでないからやらないと思うんですけど。さて、ついにあんたと呼ばれるようになりました。え、あんたは確かデボラさんの旦那さん。それにデボラさんもちょうどよかった。実はルドマンさんから預かり物があるんだ。よっこらしょっと。じゃあ確かに渡したぜ。アバよ。なんだ？あんたもしもべとしてあの戦士見られなさいね。お。水の羽衣。水の羽衣が手に入りました。いいねー。
水も滴る悪女、あ、違う、いい女だね。そうだね、いい男か。水も滴るいい男。今度は洞窟？もっと冒険向きな服を着てくればよかったかしら。でも冒険向きな服っておしゃれじゃないんだよね。ああ、なんだかんだルドマンさんね、娘のために用意はしてくれるんですね。本当に言うこと聞かねえな、本当に。アベルがやっぱ戦闘じゃないと話せないんだね。あ、死神兵、デッドエンペラー。でかい障害。主人公デボラ。ガンドフでもいいかな。まあ、どっちもいいけど。ドラケ4のリメイクでも見ましたよね、死神兵みたいな。5に出てくるはずのモンスターが4にいるってことはファミコン版にはいなかったっていうね。まあその後に発売されたゲームだから出てくるっていうね。まあそういうのありますけど。なんもないか。まあ、もちろんあの仲間には入らないモンスターです、あれはね。結構長いんだな、ここの洞窟。お、なんかいる。少し疲れてきたわ。あんたしもべなんだから私のことおぶってよ。まあ、おぶってあげたいけどね。だったらさーっとね、次の場所に行った方がゆっくり休めるよって感じですけど。まあ、あのデボラさんに慣れてきてる自分がいるのが恐ろしいですね。私は旅の神父です。一人旅というのは心細いものですな。一人旅も憧れるけど、しもべがいた方が快適な旅ができるわよね。それをね、仲間って言うようになるのはいつになるのか、あなたは。さて。あら、大丈夫ですか？お連れの方の顔色が優れないようですけど。失礼ね。私の顔色はいつもバナ色。で、なんか、ふらふら、世界が。世界が私を中心にくるくる回って。あ、これはいかん。とにかくベッドに運ぼう。うちの宿を使うといい。デボラさん、頑張ってたんだね。おい、人が倒れたぞ。ちょっと手伝ってくれ。なかなか見れない光景ですね。フーム、特に熱はないようだし、ただの疲れかもしれんな。とにかく今日は安静にしていなさい。では私はこれで。大したことがなくてよかったですな。え、あんたの奥さんですか？いや、べっぴんさんだ。あまり無理させず大事にしてやってくださいよ。あんたずっとそこにいてくれたんだ。可愛いとこあるじゃない、なんて思うわけないでしょ。思ったから言ったんだよ。あんたはどうせ私の美しさに見とれてたんでしょ。私が倒れた時だってアベルは私に見とれていて、きちんと支えられなかったみたいね。おかげでまだ調子が良くないわ。もう少しだけ眠るわよ。まあなんか一言二言言うのがまあデボラさんですからね。終わる頃には自分磨きもね。起きたよアベル。相変わらず小魚みたいな顔してるのね。私夢を見たの。夫をとびっきりの笑顔で起こしてあげる。え、良妻の夢。まさに悪夢ね。目覚めが悪いったらありゃしない。あんたのふるさと早く見に行かないとね。どれだけ田舎かワクワクするわ。さあ早く行きましょう、アベル。私担架で運ばれたのよね。残念なことに覚えてないのよ。初めての担架だったのに。どうせならあんたこれからの旅も担架で運んでくれない？相変わらずだね。でもなんか小魚小魚って言われてね、最初ね、なんだこの嫁やと思ってたけどね。いなくなると小魚って言ってくれる人がいなくなるっていうね、そういうとこまで行ってしまったらもうあのデボラコントロールにはめられたみたいなね。やや元気になられたようですな。いや俺などとんでもない、当たり前のことをしただけですよ。は。私も主人に連れられてここまで来たのですが、女なしでは辛いものがありましたわ。ということでね、かなり進んだので、とりあえず今回これ終わろうかな。教会まで行ってね、まあここ回ったらなんかあるので、ドラゴンマットも装備品いいのあるんじゃないかなと思いますけど。あ、ここだけ取っちゃうか。ね。本棚。
グランバニアのマーサ様は、まあそうなんだろうね、魔界に通じる力を持っていたらしい。それがどんな力かはわからんが、本当に死な目をしておられた。あの目に見つめられると心が和むというか、そういえばあなたを見ていても心が和むようだ。これは一体、ああお母様です。世界宿屋ランキングという本にしおりが挟んであるアベル・アシオレのページを見た。高知部門第一、シゾット。世界一高い宿屋、眺めは絶品。おかみ手作りの高山植物料理もおすすめ。温泉は単純泉。満足度4、交通便1。交通便1、なかなか行けないんだろうね。ということで、ね、デボラさん。まあ、無理してもなんだかんだ文句言いながらついてきてくれる最良の妻ということにしておきましょう。ということで、ね、次回どうなるのでありましょうか。いよいよねグランバニアに行けるかなと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。